ドリームチェイサーです。今回はこちら、千葉にゃんワンマンショーに歌メダル、こちらの特別な4枚の歌メダルを入れていきたいと思います。レッドホットオニバッカーズはデラックス妖怪ウォッチ U 進化キットバージョン E に付属しているもの、そしてクレイジーゴクバンドはメダランドキャンペーンの景品、今年の終わりはこちらはケーキでゲットしました。そしてサマーウォッチは映画公開記念キャンペーンで、今回はアマゾンとのコラボでゲットしたものです。では早速聞いてみましょう。ではまずはウォッチの方で音声を聞いていきましょう。続いてクレイジーゴクバンド。今年の終わり。サマーウォッチ。今回のメダル、千葉にゃんワンマンショーに入れてみましょう。まずはレッドホットオニバッカーズ。なんだか映画が見たくなったにゃん。あ、これは歌じゃないんですね。では今年の終わり、歌かな。お、なんかノーマルというか普通のジングルベルの歌を歌ってくれましたね。ではクレイジーゴクバンドはどうでしょう。ではサマーウォッチ、これはどうでしょう。ウサピョンとのユニット、レッドホットオニバッカーズと同じだ。ちょっとこれは残念。そっか、何か歌ってくれたらよかったんだけどな。ということで今回はこちらの4枚の歌メダルを千葉にゃんワンマンショーに入れてみました。次回もまた歌メダルシリーズで千葉にゃんに歌ってもらおうと思います。以上、ドリームチェイサーでした。
チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。